武田の五名神は、紅葉の五名神ともいい、海の戦国大名、武田信虎、春の武士に仕えた武田家の実績である。以下の五名の足軽大将である。紅葉軍艦では、武田信玄の頃に浪人衆において武道に優れた、名人五人として、この五名を挙げている。紅葉軍艦における武田家の足軽大将は、海の出身者と他国の浪人から士官した人物に、 大別される。名人五人はいずれも、他国出身者で、横田高松は、伊勢、忠淡路は、美濃原虎種は、下草、山本勘助は、三河の老人とされる。武田野中における足軽大将の役割は、直轄の兵の指揮である。また当時出現し始めていた、常設の兵、足軽の指揮もいった。公用軍艦中で、信虎、 信玄貴初期に侍大将とされる武将の多くは、黒人領主で独立性が高いのに比べ、足軽大将とされる者の,の多くは、武田家の直進的性格が強い。なお、紅葉軍艦では、名人5人を浪人衆としているが、武田家中における浪人衆は、信玄の弟である、武田真実の指揮下にあった、ゴミ惣菜門上、いいやえもん。 縄無理助の3名を指し、名人5人はいずれも該当しないことが指摘される。この5名の中で、山本勘助のみが春信に投用された武将である。また、勘助以外の4名が、前線指揮官、武将としてのん出ている能力を評価されているのに、比べ、勘助は、傭兵、追記技術者を意味する、白鳥の技能を評価されて投用されている。なお、勘助が、 武田信玄の軍師であったという話はあくまでも、俗説である。信虎時代の今川氏や北条氏との戦いや、春信時代の品の信仰に参加し活躍したとされる5名で、あったが、砥石崩れにおいては、横田高松が戦死し、A64 年の川中島の戦いにおいては、山本勘介が戦死した。他の3名も、A6 年間には一線を引いており、やがて相次いで病死していった。 その後、武田野中において、新規に登用された足軽大将は鉄砲足軽を率いることが多かったことが指摘される。ありがとうございます。